どうもすみません。まあ、JRA の重傷ではないですし、レベル的にもいまいちなので、後では結果分析は多分やらないとは思うんですけれども、まあ、それでも、まあ、今年最後の地方交流 G1 ということで、まあ、少しやる時間がありましたので、軽く喋ろうと思います。それでは右の方から一頭ずついきます。ロードブレス。ロードブレスについては、まあ、JRA の重傷でも喋ったんですけれども、ここまで強くなるとは思わなかったですね。まあ、ぐんぐん力をつけてきて、まあ、それで足を溜めれば、素足も鋭いっていうような、そういうような感じにはなりましたね。まあ、ここ5年、10年でレベルが高かったダート馬と比べると少し、レベルとしては落ちるんですけれども、まあ、それでも、今、ダート戦線っていうのはレベルが落ちてるところがあって、あんまりレベルは高くないので、特にここのメンバーもレベルが低いので、そう考えると十分通用する上位の馬にはなってくるとは思うんですけれども、ただ、そういった中で、まあ、やっぱりジョッキーが動かせる、追えるっていうようなタイプのジョッキーではないので、平均レベルか平均よりも少し下ぐらいかなというようなところですし、多い競馬場ってコーナーがきついところがあって、3コーナー過ぎから4コーナー前後ぐらいまで、ものすごく手が動くような展開が多いんですよね。ロングスパート気味の競馬になることがあって、そういった時にジョッキーが動かせずに馬がそのうちに気持ちが切れたりだとか、そういう可能性がありますし、ロードブレス自体ちょっとずぶさがあったり、飛びが大きいような感じの馬でもありますので、まあそういった意味でのジョッキーの不安はあるかなっていうふうに思いますね。地方馬、タービランス。タービランスに関しては、まあ今は南関東で走っていて有名な馬なので、まあこの馬は僕は知ってます。で、左回りを得意としてる馬で、右回りだとちょっと、そんなには器用じゃないというよりかは、直線、じり足っぽくなったり、鋭い足を使えない傾向にありますので、まあそういった意味では相手関係も強くなるので微妙なんですが、まあただ、他も弱いので、そういった意味では、まあ能力はある程度ありますので、右回りでもそこそこ走る時がありますので、馬券圏内に来る可能性はゼロではないとは思いますね。アナザートゥルース。アナザートゥルースは、まだ後で G1 を勝利したお兄ちゃんがサウンドトゥルーなんですけれども、まあ、タイプが全然違って、サウンドトゥルーは素足のいい追い込み馬だったんですが、アナザートゥルースはちょっと動きが大きすぎるところがあって、ワンペース気味なところがあるので、そういった意味では逃げるか先行して粘り込むっていうようなスタイルが合うかなというようなところですね。で、そういった中で、まあ今、この馬に関しては比較的調子が良くて、まあもしかしたらピークに近い仕上がりかなっていうぐらいになってきてますし、まあ大喜利の動きも良かったので、そういった意味では逃げれば結構チャンスはあるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあただ、もともとそんなには器用なタイプではないので、他の馬たちに絡まれたり、もしくは鼻を切れなかった場合だと、多い競馬場はやっぱり小回りでコーナーからペースが上がったりだとか、スッとなかなか行けない可能性があると思うんですよね。そうなってくると、他の馬たちのプレッシャーによって力を出せないとか、そういう可能性もありますので、まあ、なるべく4コーナーの時点で後続を引き離す、もしくは、2番手、3番手だとしてもばらけてて、少し有利な展開に持ち込めてればっていうような程度で考えてますね。キャッスルトップ、地方馬キャッスルトップに関してはちょっとあまりよくわからないんで適当なことは言えないですが、まあ追い切り映像を少し見たんですが、まあそうですね、もうちょい短い距離の方が合うのかなっていうような、ちょっと力強さが足りないというか、緩い動きかなっていうような印象はありましたね。ウェスタールンド。ウェスタールンドは、まあとにかくここ1、2年で能力が落ちていって、以前だと、特に右回りを得意としてて、足を溜めたら直線ぶっ飛んでくる鬼足を使うような馬でしたし、一旦足が溜まればまくるような競馬もできるような、まあ、とにかく、素足のいい、後半がいい追い込み馬だったんですけれども、まあ、気難しい血統のネオユニバースではあるんですが、比較的この馬に関してはそんなに気難しくないですし、とにかく調子が良かった時期、ピーク時に、右回りの得意なコースでいいジョッキーが乗って、まあいろいろ噛み合ってればもっと G1 ポンポンと勝っててもおかしくないぐらいな、それぐらいの馬なんですよね。
ですから、本来で言えば、ウエスタールンドっていうのはここのメンバーの中で一番強かったかもしれない馬なんですよね。まあ実績はオメガパフュームとかののんこの夢とかの方が上なんですけれども。で、そういった中でやっぱり衰えが出て素足のキレがなくなってきた分、その分直線あまり伸びなくなってるっていうところがあって、藤岡佑介騎手はうまく乗っててもそういうような状態が続いているのでどうかなんですが、まあ、ただ相手が弱いということと、あとは大池馬場だと他の馬たちがちょっと足が上がって止まる可能性もあるんですよね。で、ウエスタールンド、金層の内容なんか見てたら、コーナーリングとかその辺に関してはなんとか動いてるっていうところがあって、まあ、直線スコーンと抜ける足はない、抜けるほどの切れる足はないにしても、まあ、じりじりと伸びるような内容はありますので、まあ、そういった意味では他が止まった時に藤岡佑介騎手の立ち回りがうまくいけば3着以内とか馬券圏内に来る可能性はあると思いますね。地方馬重信についてはもう、地方馬エイシンスレイマンについてもちょっとわからないですね。まあ、中央で走ってた馬もいるんですけれども、ちょっと今の現状があんまりよくわからないですね。多分能力的にはきついと思いますね。地方馬、のんこの夢。のんこの夢に関しては、まあ、中央で G1 勝った馬で活躍した馬なんですけれども、南関東に移ってからもですね、調子の良かった時期もありましたし、僕がちょっと高く評価してた時期もあったんですけれども、ちょっと今回の追い切りを見た感じだと動きが緩い感じがあって、まあ、少しワンペースになってるようなところもあるので、もうちょい短い距離の方が乗りやすいかなっていうふうに思いますので、2000でこのメンバーだとちょっと割引が必要かなっていうふうに思いますね。まあ、ただこの馬に関しても相手が強くないので、そういった意味では真島大輔騎手、大井競馬場だったらうまいジョッキーでもありますので、まあ、なくはないかなっていうような程度にはなってくると思いますね。オメガパフュームは前走 JBC クラシックで2着したんですけれども、ただまあ、本当に他の馬たちが苦しい展開になって、ミューチャリーあたりが外から早めっていうような、そういうような展開になって、外から押し上げるような展開になったんですよね。ですからその後ろでオメガパフュームが追い込みっていうことに関してはハマってたところがあって、しかも、力のいるダートで、っていうところなので、まあ、直線伸びてはいるんですが、大して切れる足も使ってないですし、まあ、馬体とか、あとは追い切りの動きなんか見てても、以前と比べてだいぶ能力が落ちてるかなっていうふうに思いますので、どうかなんですが、まあ、ただ、瞬発力ということに関しては衰えが出てるんですが、まだここでは能力的には上位ではありますので、まあ、さっきのウエスタールンドと似たような感じになるんですが、他の馬たちが苦しんで止まってくれれば、じりじりとは伸びますので、まあ、それでなんとかなる可能性はあるっちゃあるんですよね。まあ、それぐらい相手関係レベルが低いんですけれども、ただ一番人気になるということを考えると、まあ、馬券的には全然目を見がないですし、僕はオメガパフュームの単勝を買うぐらいだったら他の馬の単勝を買った方が面白いかなっていうふうに思ってますね。着外まであり得ると思いますね。地方馬ジョエルについてはよくわからないですね。地方馬ミューチャリー。このミューチャリーに関しては、南関東のクラシックの時から有名な馬で、素足のキレがあった馬なんですが、そのうちになんかだんだんワンペースになっていったというか、先行したりなんか余計なこともするようになったりなんかして、持ち味が生きなくなってた時期が長かったですし、あとは右回りが得意なんですけれども、左回り結構使ってて持ち味が生きないなっていうようなところもあったんですよね。で、前走 JBC クラシック勝ったっていうのは別にフロックでも何でもなくて、右回り得意でもありますし、あとは調子がだいぶ戻ってきて、またためが効くようにはなってきてますので、まあ、3歳の早い段階の時ほど切れる足はないんでしょうけれども、まあでもパワーと素足の持続性ということに関してはあって、バランスも良くなってきてますので、まあ今回も右回りでもありますし、まあそこまで人気かぶってないということを考えると、まあここは狙ってみたくなるかなというふうに思いますね。まあ三冠ジョッキーはピークは過ぎましたし、まあ最近年は衰えが大きいなっていうふうに感じてたんですが、まあ、今年半ばぐらいから後半ぐらいにかけて徐々に少しは良くなってきてはいますので、まあある程度期待してみたいなっていうふうには思うところはありますね。
クリンチャー。クリンチャーは、まあ、とにかくもともと気難しいところがあって、あとは、そうですね、小足を使って馬群の中からスルスルと抜け出すとか、そういうような競馬ができるタイプではなくて、外回って自分から強気に動いてってしぶとく素足の持続性を生かすっていうようなタイプで、まあそういった意味ではそういう競馬が難しい時に崩れやすいっていうところもありますし、あとは好不調の波が激しいところがあって、調子が良くない時っていうのは気難しさが増すっていうところもあるんですよね。で、今回追い切りを見た感じだとちょっと微妙かなっていうような気難しさもありそうだなっていうような感じでもありますし、多い競馬場だとちょっとコーナーがきついところもあって、まあ、コーナーの時点で嫌気さして止まる可能性もあるんですよね。もうちょっとゆったりしたコースの方が乗りやすいかなっていうようなタイプではあるのであれなんですが、ただ左回りよりも右回りの方がいい馬でもありますので、まあ、川田騎手多いでも強気の競馬することがありますし、まあ、そういった意味ではここはある程度は警戒は必要かなとは思うんですが、狙うっていうほどでもないかなっていうふうに思いますね。デルマルーブル、デルマルーブルは、まあ、2歳3歳の時活躍してたんですけれども、まあ、ただちょっと成長力がないというよりかはなんか気持ちが切れ出したかなっていうような感じなんですよね。気持ちが切れて調子を崩してたような感じもあったんですが、まあ、ただここ1年いないぐらいで僕ある程度走るかもしれないっていうふうに言ってた時があったように、まあ、少し状態面を持ち直してきたというか、走ってもおかしくない気配ですし、あとはそうですね、力のいる馬場というよりかは、少し軽めのダートの方がいいですし、まあ、多いはちょっと力のいる馬場ではあるんですけれども、まあ、ただ、あまり時計が早すぎたり、瞬発力を必要とするような展開になりすぎても苦しくなるタイプでもあるので、まあ、そういった意味では、まあ、この辺で少しいいところが出る可能性もあるかなっていうような、そういったような、ふうには思うんですが、まあ、ただ、大池馬場って、ジョッキーたちもですね、なかなか慣れてないと乗り方が難しいコースでもあって、そういった意味では若い菅原明ジョッキーでもありますし、まあ、その辺の不安もありますし、まあ、力的にも馬もちょっと微妙かなっていうようなところはあるっちゃありますね。地方馬、ノーブルサターン。ノーブルサターンに関しても、今地方で走ってる感じがちょっとあまりわからないので、まあ、チラッと見た時でも、まあ、そんなにパンチのある感じでもなかったので、まあ、スピードでなだれ込めるような感じになれば、相当楽ができればっていうような程度で考えてますね。サンライズノバ。サンライズノバは、まあ、ちょっと最近調子のいい時もあったんですけれども、調子が安定しないような感じがありますし、動きが緩いような感じ、前走なんかは調子が落ちてましたので、まあそういった意味では、今回追い切りを見た感じだと気配が上がってきた感じもないですし、もともとあんまりコーナー4つあるコースとか得意ではないですし、小回りコースもあんまり得意じゃないところもありますので、まあ距離的にも少し長いっていうところがあって、なかなか買いにくいかなというふうには思うんですが、ただ、まあ、とにかくレベルが低いので、そういった意味ではどっかで一気に動くとかそういうような、この馬のしぶとさが生きるような競馬ができれば足りる可能性はなくはないかなっていうふうに思いますね。以上です。失礼します。